久保さん、久保さん、届きましたよ。ありがとうございます。使わせていただきます。でもこれありがたいですね。これ僕ね、金麦研究所っていうメンバーシップやってるんですけど、ちょうどですね、ないんですよ。ちょうどなくて買いに行こうかなと思ってて、来たぞみたいな。買いに行こうかと思ったら来たみたいな、ね、どういうことだと。いや、何送ってくんのかなと思ったんですけど、いやこれはめちゃめちゃ仕事で使えるからありがたいですね。ちょっと使わせていただきます、早速、はい、ちょっと今日夜収録入ってるんで、まあ明日早速これ使います。明日早速、まあ、久保さんがね、いろいろとね、お話ししていただいたんですけども、あ、そうそうそう。まあ、この金麦研究所っていうのは僕メンバーシップでやってて、そのメンバーに入っていただいた、メンバーに入ってる方に言われたね、言葉みたいなね。何にしようかな、まあ、お客さんに言われた一言とかに、お客さんに言われた一言とかにしておきましょうか。まあ、僕ね、結構ね、セールストークで、まあ、チャンネル登録が少ないし、再生数が少ないっていうのを売りにして売ってる部分あるんですよ。ね。まあ一応、まあ知ってるっちゃ知ってる部分あるんだけども、一応まあそれを売りにして売ってます。もはや、それを武器にしてね。ね。これでも売り上げ作ってるよっていう、これを武器にね。で、まあまあまあ、そういう話をね、聞いてる、まあその、まあこの金麦を飲みながら、まあそんな話題になったんですけど、まあそのメンバーの方が、いや私吉谷さん別にそのチャンネル登録とか再生数見てないですよと、単純になんか面白いなと思ったから見ましたっていう、別にチャンネル登録がすごいとか再生数がすごいとか、まあそういうところで見てない、ただ見て面白い、あ、なんかこの人面白いなと思ったから見ました、そして商品買いました、まあでこのね金麦研究所のメンバーシップ入りましたっていう話で、うん、あ、だからまあまあそれリアルで聞いたんですけども、だから結局そのなんだろうな、一番気にしてるのは自分だよって話なんですよ。一番気にしてるのは自分だよと、こんな動画でいいのかなとか、こんなんでいいのかなとか、これ大丈夫かなとか、一番気にしてるのは自分で、大したあなたのこと見てないですからね。じゃあ100歩譲ってね、100歩譲って、じゃあ JR に乗った、新幹線とか JR に乗るじゃないですか。でいっぱい人いるじゃないですか、他人がね。じゃあその他人100人います、じゃあその他人100人をねずっと見てね、あの人はこうだ、この人はこうだ、こんな服装だ、あーだはこうだっていう指さします、あんま気になんないですよね。もはやまあなんだ、自分の女性、自分の、まあ、指定席で新幹線に乗ってるんだったら、私の指定席どこかしらしか見てなくないですか。どうすか、周り見てます。そうだ、自分、お前を気にしてるのはお前だよっていう、お前を気にしてるのはお前だよって話なんですよ、本当に。だ、街中歩いててもなんすか、まあほぼなんかあんま自分がどこ行くしか気にしてなくないですか。どうすか、周り見てます、周りの人の服装とか、なんかまあ100歩譲ってなんかすげえモヒカンでね、すげえなんかロッキーなね、ロッカーみたいな人がいたとしても、なんかすごい髪型だな、終了じゃないですか。え、ずっとね1年2年3年、いやあの人すごい髪型だったわっていうのを思い続けて3年4年5年過ごします、一瞬でしょ、なんかすごいな、終了じゃないですか。自分のことでいっぱいいっぱいだから、人のことなんか大して気にならないんですよ。もちろんね、ネットにはね誹謗中傷ありますよ。だけどはっきり言いましょう、この億万長者合宿、今マトリックスまで行ってますけど、この1000話ね撮ってるんですよ、まあ、全部999話で収めてるんですけど、実はもう1000話を撮ってます。これいつ公開する、もう10年後ぐらいに公開したろうかなと思うんですけど、1回ね、まあ、お客さんからこう実際にメッセージが来たんですけど、その億万長者シリーズを見ててムカつきましたみたいな、ムカつき始めましたみたいな、でなんかそのアンチテーゼな感じのそのメッセージが来て、でずっとバッと押されてたんですよ。まあ基本的に僕のチャンネルっていうのはバッとグッとしても
表面上は見えないんで僕しか見えないんですよ。でまあ僕は見えるんで、まあ、ずっと億万長者合宿をねずっとバットもうずっとです。結構ね半年か1年はなかったかな、まあ、まあまあ半年ぐらいはもう結構ね長かったんで、あ結構ついてくるなとは思ったんですけど、ずっと押してるんですよ。いやその労力をなんか他に使えばいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ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 、まあ、答えは分かってたんで、まあ、放置してたんですけど、結局ね今ねバット押す人いないですからね。まあ僕のアップロード方法を変えたっていうのももちろんあるんだけども、そのなんだ押さないですよ、うん、だからもう飽きますよね。だって人の誹謗中傷を30年言い続けてなんか楽しいですか人生。我に返った時俺何やってんだろうって話じゃないですか。自分の人生よくしろよって話で、だから続かないんですよそれは。だからまあほとんどの人は行動続かないし、誹謗中傷ですら行動続かないんですよ全部、うん。まあ、100歩譲ってこっち続けても本当何もなんないですからね。なんかなります、なんか自分の人生変わるんだったらいいんですけど、クソ金持ちクソ野郎、金持ちクソ野郎、セルシオ乗り上がってふざけんなバカ野郎、ムカつくムカつくムカつく、あいつ殺したいムカつくムカつくって10年言い続けて自分の人生変わります？何も変わんないでしょ。だ僕はまあ気づいてほしいですけどね、何も変わらないよと、ね、他人のあーだこーだ言ったところで何も変わらないよと。まあだからそれは僕はもう行動でね圧倒的なもう量でね突き抜けて、もうそのやってることを無駄っていうね、僕にアンチテーゼしたところで時間の無駄だよっていうところを行動で示していくっていう、僕はそのアンチテーゼした人なんだ人よりめちゃくちゃやりますから、めちゃくちゃ。だから僕をねずっと一生アンチテーゼし続けるのは至難の業ですよ。これから10万本撮ってきますけど、10万回毎回アップロードした瞬間バッと、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 これ10万回やります。まあ、逆に10万回それやったら結構神ですね逆に。でもそれやっても10年後自分は何も収入も変わってないし何も変わってないっていうことに気づいて、あ俺何やってんだろうで終わりですけどね。だってそうじゃないですか、他人の動画のバットを押したところでなんか自分の収入変わります？変わんないでしょ。自分がバットされる側の動画撮らないと、逆に言うと逆に。まあなんだ情報を流せば必ずアンチテーゼは出るんで、それはしょうがないですよ、うん。でもそれを気にしてたら自分の人生っていうのは切り開けないんですから。そう、まあ、とりあえず自分の人生を変えるために自分を変えようぜって話です、ね。であとほとんどの人はお前を気にしてるのはお前だけだよって話で。そう、そうなんかね久保さん今日ね TikTok ねアップしたんですよ TikTok。 なんか前のお客さんがなんかその連絡が来て、あそう誕生日の時かなんか連絡をおめでとうございますみたいな来て、最近何やってんの、全然連絡取ってなかったんでね、最近何やってんのみたいな、このなんか話をしてて、結構古い人なんですけど、で TikTok やってるんですみたいな、 TikTok やってんだみたいな、マジでみたいな、でライブとかもやってて発信する側になったんですよ。要は昔その要はライブ僕やってた時にライブの視聴者の方だったんですけど、ライブする側になっててすげえやんみたいな、でフォロワーが今ね500人以上いるんですよ。そうすげえじゃんみたいな、で僕も TikTok それでねアカウント取って、僕も動画今日一発アップしたんですけど、700-800回ぐらいもう再生されてましたね。そう、まあ、ちょっとテストでやってみようかなと思いますね。だって今日1本アップしただけで800回ぐらい回ってるんで、まあ、どれぐらい伸びるか分かんないですけど、まあ、ちょっと遊びでテストしてみようかなと。これも自分のアナリティクスですからね、まあ、TikTok は僕ねやんないと思ってたんですけど、まあそのきっかけで今回もらったんで、まあ、ちょっとテストでやってみようかなっていう。まあ15秒、コマ15秒とかですから、そんなにまあねあれなんで、まあ、自分のデータを取っていくっていうのが大事だと思いますけどね。そう、まあ他人の成功っていうのはあくまでもヒントですから、
答えは自分の中にあるってことですからね、うん、はい、まあ、ということで久保さんありがとうございます。使わせていただきます。早速金に変えますよ。金麦ですからね、金金に変えてきますよこれを。そう、金に変えてきますよこれを。まあ、ほとんどの人がこれを金に変えるってことはできないでしょうね。ビール飲んで終わりでしょ。ああなんかうまいとか言って、これを金に変えるっていう。久保さんチャリがね今日の夜かね明日届くんですよ。楽しみでしゃあないですね。もうチャリも金に変えてきますから、全部全部金に変えてくる。そう、あの R34 売ります動画結構1000回行きましてね、よかったですねあれ。やって、もうつ、あ、手持ちのカード使い切りますよ。はい、いってらっしゃい。